これは少し前に経験したお話なんですけれども、東京と神奈川をつなぐ某私鉄に乗っておりまして、その時は確か昼間の13時か14時頃だと思うんですね。神奈川の方のかなり奥の方を走っていた時のお話です。私は電車に乗った時、ガラガラじゃない限りは割と扉のすぐ近くに立つ癖がありまして、その時も座席には座らずに扉のすぐ近くに立って車窓から景色を見ていたんですね。で、その電車は神奈川の奥の方に入っていくと本当に住宅地の中に線路があるっていうぐらいの距離なので、線路とお家とのその幅といいますか、すっごく狭いところを入っていく時があるんですね。そうすると、良くないなとは思うんですけれども、ついつい人のお家のお庭とか玄関とか見ちゃうんですよね。たまに電車がすごく徐行する時ってあるじゃないですか。そういう時ついつい干してる洗濯物だったりとか、なんとなく窓から見えてしまうお部屋の中の様子だったりとかをね、こうチラチラ見ちゃったりするんですけれども、その時も何の気なしに窓から見えるお家の様子を見ていたんです。そうするとね、ある一軒のお家の前をすごくスピードがゆっくりになって通り過ぎていった時に、何のお部屋かはわからないんですけれども、普通の窓があって、でその窓にポスターが貼ってあったんです。ポスターって普通壁に貼りますよね。窓の真ん中にいわゆる長方形のポスターがね、ドーンって貼ってあったんです。私の方から見えるそのポスターっていうのは裏面の真っ白い部分なんですけれども、窓にポスターが貼ってあるなって、それぐらいの感じで私はそれを見ていたんですけれども、その時に気づいたのがね、その貼ってあるポスターの上の方の角が剥がれてベローンって落ちかけてたんです。その奥に人間の目玉が2個見えたんですね。その時は目が合っちゃった、気まずいって思ったんですけど、後々よく思い返してみるとね、窓と水平にポスターが貼ってあって、でその上の方の角がベロンってなってたってことはこういうことですよね。でここに人間の目玉が見えたってことは、その人すごい不自然な角度で立ってるなってその後に思って、ちょっとゾッとしたということがありました。水木あかりです。普段は潜入アイドルとしてたくさんの場所に潜入してきました。潜入する場所というのが、ちょっとあそこ危ないよっていう噂のある場所だったりとか、ちょっと変態が集まる場所だよって聞いたところに行くとか、例えばちょっと面白いコンセプトの風俗店に面接に行くとかいうのをこう趣味でやっていて、今はちょっとお仕事にも生かすような形で活動しているんですが、この話は私がとあるコンセプト風俗店の面接に行った時の話です。そのお店はとある繁華街にあるところだったんですが、なんていうんですかね、本当にこう目隠しをした状態で最初から最後まで楽しむっていうのがコンセプトの風俗店だったんですよ。
ちょっと面白いなと思って面接に行ってみたら、まあそのまあ容姿、私の容姿がどうのこうのではないんですが、まあその、まあ、容姿を見られないのもちょっともったいないんじゃないっていうふうにこう言ってもらったりとか、まあ、すごく明るい接客をしてもらったんですが、その中でこのお客さんはあるレンタルルームに入って待っているんですね。で、まあ目隠しを自分でつけて何も見えない状態でレンタルルームに待っていると、ピンポーンって風俗嬢の方が来て、でそこで全く目をつぶった状態で手枷をつけられて、でルームの中にシャワー室に連れててもらったりとか、体をアイブしてもらったり、でプレーが終わってありがとうございましたって言っていただいて、ガチャって風俗嬢の方が出ていくまではずっと手枷をされて目隠しをした状態でどんな人か分からずに終わるっていうところだったんですよ。なのでまあ、どういった形でことが進むのかとかいうシミュレーションも私は面接中なので教えていただきました。服は着た状態なんですけど、まあ、こういうものでうがいをするんですよとか、お客様はこの状態で目隠しをして待っているので、まずこの手枷をあなたがつけてあげてください、でこのつけてあげた状態でここに連れてってあげてください、でこんな感じで体を攻めてあげてくださいっていうシミュレーションも面接中にさせてもらって、でも私は潜入が趣味なだけなのでやっぱりそこで働くことはできないんですね。でまあすごく働いてほしいし時給も上げるしっていうふうに言っていただいたんですが、すいません、やっぱり私にはここは合いそうにないのでごめんなさいってお答え、もう本当にお答えして、そしたらなんかもう面接官の方もまあ諦めてというか、あ、じゃあうち合わなかったんですね、しょうがなかったってなったんですが、まあもうこっちは働かないっていう決めた身で、でその店長さんはまあ何ですかね、その後にちょっとまあ軽くお茶をするような感じで、もう普通のトークに花が咲きました。でまあ普段どんなことしているのとか、まあ、ちょっとしたまあ休憩タイムみたいな感じで話をしている時に、まあ、私はもうここで働かないっていうふうに完全に言っちゃって、店長さんにもそれが伝わったのでこんな話をしてくれたんだなって思ったんですけど、まずどうしてこんな風なコンセプトの風俗店を作ったんですかっていう質問をしたんですよ。でそしたら、まあそういう性癖の方もいるし、例えば目隠しをしている方が五感が敏感になって興奮するしっていう答えが来るんじゃないかなと思ってたら、それは全く違くて、まあ、あかりさんに言いますけど、実はこのお店で使っているレンタルルーム、このレンタルルームってすごく安く借りれるところなんですけど、ここ実は昔から霊が出るっていうのですごくクレームがあったルームだったんですね。で、もともとは普通の風俗店やってたんですけど、例えば誰かから足首を握られたとか、休憩中に変な女性の声がするとか、本当に物音がうるさいとか、そういう話がすごくあるっていうクレームが多すぎて一旦店を閉めたらしいんですよ。で、そこでいろいろ考えた結果、目隠しをコンセプトにやればもしかしたら何か起こったとしても全部風俗嬢の方が何か声を出したんだとか、今誰か来てくれてるんだとか、誰か急に触ったけど驚かせるためだとか、なんかそういう風にお客さんが捉えるみたいで、そのコンセプトを目隠しに変えてから一切クレームがなくなったそうなんですが、実は多分まだそこのルームではそういういたずらをした幽霊が未だにいるかもしれないと言っていました。でも多分そのお店は未だありますし、来てるお客さんも気づいてないんじゃないかなって思います。私は働かなかったですけど、使われるお客さんはちょっとチェックしておいた方がいいかなって思いました。
染谷由香、職業はグラビアアイドルをやっております。グラビアアイドルの中でグラビアあるあるというのがありまして、例えば撮影の前日に全部服を脱いで全裸の状態で全身鏡を見て体型チェックをするだとか、自分のプライベートのお洋服を買うときにどうしても衣装で使うかなということを考えて露出度の高いものになっていってしまって、だんだん露出狂のような服装が多くなってしまったりだとか、そんなあるあるの中でもちょっと怖いあるあるというのがありまして、とあるイベントに出た時の話なんですけど、私の右には MC さんがいらして楽しくトークをしていたんですけど、そんな中でふと私の左側に一瞬男性の影のようなものが見えまして、あれ？もしかしたら舞台の上にお客様が上がってきてしまったのかなって思ったんですけど、よく見たらもうすでにいなくなっていて、あれ？と思って、気のせいかなと思ったんですね。なんですけどしばらくしてから急に今度は真正面からわっとその男性がまた現れて、私はびっくりしてはっと声を上げてびっくりしてしまったんですね。そしたら MC の方が、え、急にどうしたの、大丈夫？っていうふうに声をかけてくれて、あ、大丈夫です、すいませんって、その時はイベントを続けたんですけど、後日グラビアアイドルのお友達に、そういえばこのイベントで男性の影が見えたんだよねって話をしたら、その序盤でそのグラビアアイドルのお友達が、え、もしかしてそれって細身で背が高くて黒いスーツ着てる男の人？って言われたんですよ。私はまだ伝えてなかったのに全くその通りの男性だったので驚いて、え、どうして知ってるの？って言ったら、私も見たことある、言うんですね。で、その子の場合はイベントの様子をしっかりと映像で撮っていたので、その映像を見せてもらったんですけど、確かにその女の子がびっくりしている様子は映ってるんですけど、それ以外には何も変わった様子は映っていなくて、で、私は気づいたことが一つあったんですけど、その時にその子が着ている衣装と私が着ていた衣装全く同じだったんです。ちょうど今着ているようなこういうちょっと胸が開いた衣装だったんですけど、その衣装を用意してくれたスタイリストさんに後から話を聞いたら、そういうふうに男性の影を見たっていう女の子が多くいたみたいで、なのでその衣装を着ると男性の影を見るというのはグラビアあるあるとして今も噂されています。今日もどこかでその衣装を着ているグラビアアイドルがいるかもしれません。タレント業をしています真央です。よろしくお願いします。これは私がファーストイメージ DVD の撮影で沖縄の恩納村に行った時の話です。初めてのイメージ DVD の撮影ということもあって、とにかく緊張していましたし、楽しいは楽しかったんですが、とにかく疲れました。皆さんイメージ DVD の撮影ってよくわからない人も多いと思うんですが、結構いろんなことがあって大変なんですよ。まず衣装が可愛いものが多いですけど、最近の流行りが際どいのが多いので、私もこんな際どい衣装にチャレンジしてとてもドキドキしました。撮影時間も朝7時から夜の8時頃までかかったり、もちろんメイクはその前に入らなきゃいけないですし、その日最後の撮影がベッドのシーンなんかだったりしたら
撮影中からうとうとしちゃって、とにかくそれくらい疲れるので、ホテルに戻ったらとにかく休憩して寝て明日に備えようと思っていました。なのに一番休めるはずのホテルが一番休むことができなかったんです。私の泊まったホテルはホテルというよりコンドミニアムのような感じで、寝室にリビング、広めのキッチンがついているところでした。その時の撮影では撮られる女の子が2人体制で撮影に入り、それぞれ1人部屋が割り振られていました。私が最初に異変を感じたのは部屋に案内された時です。ドアを開ける前から少し嫌な感じがしたのですが、ドアを開けたらそれがすごく嫌な感じに変わりました。部屋に入るとすぐ左手に寝室、廊下をまっすぐ行ってリビング、キッチン、お風呂があったのですが、その廊下からリビングまでがとてもカビ臭かったんです。私はとても気持ち悪くなってしまい、マネージャーに相談しました。するとマネージャーと制作の N さんが部屋を見に来てくれたのですが、二人ともカビ臭さも気持ち悪さも感じないということで、私も自分の気にしすぎかなと、その日はその部屋に泊まることにしました。撮影は滞りなく進み、私は次の日の撮影のために部屋のお風呂で半身浴をしていました。時刻は深夜3時を過ぎたあたりでした。もう数時間もしたら起きなきゃいけない、そう焦ってベッドに入った私でしたが、一向に眠ることができませんでした。とても疲れているのに眠ることができず、ベッドの中で四苦八苦しているとリビングの方からカチカチ、パタンパタン、カタンカタンという音が聞こえてきました。一瞬耳を疑いましたが、これがラップ音だと直感で感じました。鳴り止まないその音に怖くなった私は、イヤホンで音楽を聴いて必死に眠ろうとしました。それでもなかなか眠れず、やっと眠れたと思いました。どんどんどん、部屋のドアを叩く音で目が覚めました。いきなりのことでうろたえていると、ドアの外から身長190センチはあるであろう上下黒の服を着た坊主頭の男が部屋に押し入ってきたのです。その男は私の胸の上のあたりを手のひらでドンと押すと、左手をグッとつかみ私を外に無理やり引っ張っていこうとしたのです。私はとても怖くてそれを嫌がり、男と押し問答していたその時、ピンポンと部屋のチャイムが鳴りました。真央ちゃん、もうメイク入る時間だから行こうと、一緒に撮影に入っていた A ちゃんが迎えに来てくれたのです。そこでハッと目覚めました。男も呼びに来てくれた A ちゃんも夢でした。ですが左腕には掴まれた時の感触がはっきりと残っていましたし、胸を押された時の跡がここに赤く残っていました。時計を見ると6時、怖くていても立ってもいられなくなった私は急いでメイクルームに向かい、一部始終をメイクさんに話しました。すると部屋を変えてもらった方がいいよと言われたので、制作の方々にもこの話をしたのです。ですが心霊現象が起こるなんて話聞いたことないなと言われてしまいました。結局その日は違う部屋に泊まることができたのですが、前日のこともあり寝室では眠る気にはなれず、私はリビングのソファーで朝を迎えました。後日お仕事で他の制作の方にその話をしたところ、え、知らないの？あそこ心霊現象が起こるって有名だよと言われて、一人鳥肌が立ちました。実はもう分かる人は分かると思うのですが、女村のある場所には心霊現象が起こるということで有名な霊場があり、私は知らなかったのですが、その話を聞いてネットで調べてみたところ、私の泊まったホテルの近くにその霊場があったのです。それで驚いたのが、そこで起きるとされている心霊現象でした。まず一つ目が金縛りに遭う、二つ目が押される、三つ目が腕をつかまれる、そんな現象が多いようで、これが私に起こったことと全く同じことで、私はゾワワッと鳥肌が立ちました。坊主頭の男については結局わからなかったのですが、やはり部屋を変えたのは正解だったなと思いました。自分の第六感には従った方がいいなと思った出来事でした。
魔石芸能社チグハグというコンビを組んでいます。アコーテックと申します。よろしくお願いします。以前大阪の方にお笑いをするために住んでいまして、たまに熊本出身なんですが、熊本に1年ぶりに帰省するっていう生活を送っていました。で、久々に帰ってきたらやっぱみんな結構遊びに連れてってくれたりとか、会おうってなってなんか久々に話すとかってなるんですけど、私熊本市内なんですが、熊本市内って言っても店もすごい早めに閉まったりとかして、夜の12時にはもう閉店とかになっちゃうんで、その後は海に行ったりちょっと山とか川とかに行ってなんか夜から遊びに行くっていうのが多かったんですね。その日元彼に会うことになり、その田原坂という心霊スポットにその彼と2人で行くっていうことになったんですよ。で、結局その不気味なだけでその何も見えなくて、まあこんなもんだねって言ってずっと田原坂を下ることになりました。で、それから帰るっていうのもなんだから、ちょっと家の近くの大きい公園でその元彼と喋ろうかっていう感じになっていろいろ話してたんですが、久しぶりっていうのもあり、その母さんをちょっと当たり前のようにするようになってしまったんですね。で、そのちょっと燃え上がってきちゃって、で、その元彼が私の席の方にちょっと来て、いろいろその前儀的なやつをしてくれてたんですけど、そのやっぱ最後までちょっと行く感じになって、で、最後ちょっと揺れてはいたんですけど、いきなりガタンっていう揺れが、大きな揺れが来たので、いや、こんな揺れるかなって思って起き上がって見てみたら、その車の前輪が発進してないのに一部上の方にちょっと乗り上がってて、で、元彼もこっちの席、助手席にいるので、エンジンをかけることもできないし発進することもできないのに車が進んでる形になってて、すごい怖くなって、ちょっと元の位置まで戻してって言って、もう急いで起き上がって、ちょっとそのなしになったんですけど、もうそれからは何もなかったんですが、もしかしたらその田原坂でその人を、霊を連れて帰ってきたのかもしれない、その軽い気持ちで心霊スポットに行くのはおすすめできません。